ブランデンブルククルムバッハ編脅迫、カジミール・カジミールは、ブランデンブルククルムバッハ編脅迫。フリードリヒ2世と、ポーランド王カジミエシュ4世の娘ゾフィアの間の、長男。ブランデンブルク・アンスバッハ編脅迫、ゲオルク、プロイセンコー、アルブレヒトの2位。フリードリヒ二世は、百九十八年から、旅重なる旅の間は、老練な参謀の指導家ではあるが、 17歳のカジミールに偏京白料の運営を早くも任せている。新生ローマ皇帝マクシミリアン一世の重視であったカジミールはシュバーベン戦争にシュバーベン同盟の昇水として参軍し、後にバーゼルの和訳成立に導いた。その後、ハプスブルク宮廷の昇水並びに外交官に任じられた。1515 15年に老皮癖の強い生活スタイルから、 辺境白領に重大な負担を強いていた父を退位させた。弟のゲオルクはハンガリーの王宮に身を寄せることが多かったため、カジミールは弟のためにブランデンブルクアンスバッハ辺境白領も父から剥奪した。1518年8月25日、バイエルンコー・アルブレヒト4世の娘ズザンナと、結婚した。アウクスブルク帝国会議に合わせて行われた。 壮麗な結婚式には、花嫁の王子にあたるマクシミリアン一世も劣席した。カジミイールは、弟のゲオルクとは、対照的に宗教改革を拒んだ。フランケンにおける、ドイツ農民戦争鎮圧の際、特に無慈悲な処置を行ったため、ブルーサンドというあだ名を付けられた。1527年9月、サポーヤイ、ヤーノシ討伐の軍旅の途中で赤里にかかり、亡くなった。 スザンダとの子供は以下の通り、ありがとうございます。